自分の居心地のいい場所にいるときだけ、うん、勇者を襲える。なるほど。なんじゃそりゃ。すごろく屋の萩野屋です。はい、同じくすごろく屋の安本です。短い動画を見ながらゲームの魅力を余すとこなく伝えていくクリップ解説動画、今回はシャイモンスターの魅力を伝えていきたいと思います。お願いします。はい、このシャイモンスターズは2人専用のゲームでして、箱の中身はよいしょこんな感じです。結構この四角いタイルみたいなのがいっぱい入っていますが、はい、これは、1人が地下に広がる迷宮を作るダンジョンマスターとして、はい、もう一人がそのダンジョンを攻略する勇者として、勇者はダンジョンからの脱出を目指す、ダンジョンマスターは勇者の行く手を阻むことを目指していくゲームですね。なるほど。はい、では早速ゲームの様子を見ていきましょう。はい、お願いします。はい、はい、じゃあ最初のフロアからいきますよ。はい、はい、まず2匹のモンスターを手に入れる。これはい、通路、通路、通路、出口を手に入れ、これらを混ぜ混ぜしていく。じゃあ、ここからヒーローを抹殺すべく、モンスター。はい、最初は下。はい。モンスター。モンスター。こんな感じで裏向きに並べていきます。はい、モンスターです。多いな。嘘ですね。出口。嘘ですね。出口、モンスター、実は通路。通路。はい。はい。いや、わからんな、これ。どうぞ。はい。はい、嘘ですね。こんな感じで、まあ何をどこに置いたのかバレてしまいますと、簡単に攻略されてしまうので、まあもちろんね、口では何を言っても構いません。うんうんうん、ちょっと嘘ついたりしながら、裏向きに並べていきます。はい。で、このように、ダンジョンが出来上がったら、いよいよ勇者のダンジョン攻略が始まります。はい。はい。コウモリは、あり得るな。で、黄色ドラゴン、黄色ドラゴンもあり得る。で、はい。はい、なんか、あり得る、あり得ない、みたいな話をしていますが。早見表みたいなものを。そうですね。まさに、早見表のような、今この手に持っているこれですね。これは何かと言いますと、ダンジョンに住まうモンスターたちの特性一覧です、うん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 。ダンジョンには全部で6種類のモンスターがいる可能性があって、それぞれのモンスターには、それぞれの特性があります、はい。このモンスターたち、タイトルにもある通り、とってもシャイなモンスターなんですね。かわいい。そう、かわいい。見た目は結構おどろおどろしいんですが、どんなシャイだとどうなってしまうのかというと、自分の居心地のいい場所にいるときだけ、うん、勇者を襲える。なるほど。なんじゃそりゃ。そんなんでモンスターが務まるのかという感じですが、それがここに書いてありまして、これ、ここに書いてある、これが、このモンスターの居心地のいい場所の条件です。なるほど。例えば今緑の子ですと、うん、両脇にタイルがあって、でも上下には何もないっていうのが、うん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 、この子の居心地の良さ、うんうんうん。このピンクの子だったら、よいしょ。こんな感じで、斜めに、はいはい。何かのタイルがある、はいはい。で、何も書いてない場所は何でも構わない。なるほど。あってもいいし、なくてもいい。はいはい。っていうような感じで、それぞれ、これが居心地がいいよっていうのがあるので、この条件に当てはまらないモンスターは、攻撃をしてきません。あ、いても大丈夫っていうことですね。とすると、まあ逆に言うと、ダンジョンマスターとしては、勇者を攻撃したいわけですから、うんうんうん、この条件に当てはまるように置いているだろうと、いう前提のもとで、今、この並びだったらこのモンスターはあり得るとか、うん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 、これはないなとか、うん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 、それであり得る、あり得ないっていう話をしていたわけですね。はい。じゃあもうちょっと続きを見ていきたいと思います。はい、お願いします。このサソリ型モンスターもあり得て、コブラもあり得る。クラーケンの形だ。クラーケンもあって、ただガーゴイルだけはない。うん、はい。だいたい分かったみたいですね。これがありそう、これがなさそうと。うんうん、で、そしていよいよ、だいたい分かったところで、第一フロアの攻略をしていくんですが、今、見えているこれですね。ででーん。はいはい。これ。1、2、3。そう。ダンジョンは全部で3フロア。やっていきます。なるほど。今、3階建て。そう、3階建てのダンジョンですね。はい。1階層目
今ここです。はい。これ、なんじゃらほいというと、ダンジョンは奥に行くにつれて光が届かなくなっていくので、一番目はまだ光が届く。うんうんうん、なので、ダンジョンを攻略する前に2枚覗き見ることができるよ。なるほど、ね、裏向きのタイルが何か。そうです、そうです。を見ることができる。その目印です。以上。じゃあ実際に見ていきたいと思います。はい。OK。うんうん、なると、どこめくるんですかね。ね、今回、第一フロアなんで、2枚、はい。はい。僕めくれますね。どうぞ。いや、やっぱり、うん、ここ。二手に分かれてる、ここ怖いんで、まあね、めくります。まあね。よっ。おっしゃ、クラーケン。はい、はいはい。これでクラーケンは分かって、うん、もう一枚が、うん、いやー、地味にここが、ゴールだったらめんどくさいんだよな。確かに。通り過ぎちゃうと嫌ですもんね。ちょっと、ここめくります。はいはい。よっ！あー、通路かい。うんうん。はい。はい。という感じでね。はい、この、最初に見れる2枚のうちにモンスターがいても大丈夫。うんうん。別に襲われたりはしません。はい。はい。で、このね、今めくった2枚とっても重要な情報ですね。一番下のなんかちょびっと出てるところには、何もなかった、うん、ということも分かったので、まあ、攻略がしやすくなったという感じです。では実際に勇者が動き始めます。はい。じゃあ、ここから進みます。はい、どうぞ。一歩目、いや、さすがに一歩目は大丈夫でしょう。じゃあ移動します。はい。じゃあこちらをめくって、うん、OK、通路。うん、はい。セーフ、セーフ。で、ここにモンスターがいるので、ちょっと、と、じゃあここでも攻撃、はい、アタック使います。はい、はい、じゃあここで使うことで、はい、はい、クラーケンを無効化。うん、はい、はい、今勇者の必殺技その1アタックが登場しました。はい、アタック、まあその名の通り攻撃ですね。うん、1回層のダンジョン攻略で1回だけアタックを使うことができます。うん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 、アタックを使うとこんな感じでモンスターの上に自分のアタックのタイルを被せて安全に通ることができる。ということです、うんうん。攻撃ってことですね。そうですね。はい。じゃあ続き見ていきましょう。で、ってことは、じゃあここが、うん、ここにまあモンスターがいたところで問題ないので、じゃあ進みます。はい。ふっ、通路、うん。はい。今モンスターがいても問題ないって言ってました。うんうん、ですね。これはどういうことかと言いますと、モンスター、シャイなんですよ。何度も言いますが。シャイなんですね。はい。とってもシャイなので、はい、居心地のいい場所であることも大事だし、隣に別のモンスターがいないということも大事です。めんどくさいですね。そうなんです。ですね、まあ、割とね、めんどくさい、気難しいね、モンスターたちなんですけれども。大変だ、ダンジョンマスター。はい。今、ちょうどアタックしたところにモンスターがいましたので、うん、その隣である、めくったところは安全だということが分かったと。結構こういうふうにパズルのように安全な場所がだんだんと見えてくるようになっています。はい。うん。ってことは、ここがここでしょ？うん。ここがモンスターは、あり、得る。コブラか、あ、コブラがあり得る。うん。で、ここがモンスターは、うん。あり得る。うん。コウモリと、黄色ドラゴン。うん、いや、でもどっちだ？でも、うん、ここに出口置くから、行動だよ。心理戦ですね。そうですね。これは、はい、勇気のジャンプでいきます。ジャンプで、よし。一歩、本当か？飛ばして、ここ、はいはい、はい。いきますよ、うん。ここが出口です。よし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 。はい。勇気のジャンプ。ジャンプこれも、1回層につき、1回だけ使えるヒーローの必殺技です。はい、これですね。なるほどなるほど。これがジャンプを表していて、ジャンプはまあその名の通り、一マス分飛ばして、その先に行ける、うんうんうんで。飛ばしたところは、モンスターがいてもいなくても大丈夫という感じです。うんうんうんこれもね、有効に使っていきたいんですけれども、注意しなきゃいけないのが、ジャンプした先にモンスターがいると、はい、当然やられてしまいますので、はいはい、今まあ、どちらかわからなかったけれど、心理戦で、なるほど。ここにきっとモンスターがいるはずだと、踏、はい、んで飛びました。勇気のジャンプ。勇気のジャンプですね。こんな感じで、ダンジョンを攻略していきます。はい。
はい。で、今回は、セーフだったんですけれども、勇者は、どのモンスターが出てくるかが分かっていない状態、うん、6種類のうちどの2種類が出てくるのか分からない状態で、シャイモンスターの特性だけを頼りに攻略していかなければいけないので、結構、まあ、難しいです、うん。最後のね、2択、外す可能性だって十分あり得た、はい、わけですね。はい。で、まあ、このようなね、感じなんですけれども、最後にもう一回総分見ていきましょうか。はい。お願いします。さあ、どうくる？変わったことをしていく。まずは、どこ、うん、変わったことをしていく。はいはいはい、そこに。どういうこともしていく。明日。はいはいはい。はい。いいもので、いいものがありますよ。はいはいはい。ありそう。こんなことをしてるんですか？こんなことをね。いやー、分岐。わかんないな。で、そこも下。うん。で、伸びて、ここにしてみようかな。なるほど、二手に分かれて。うん。はい。嫌な感じですね。ですね。二階層目、これ今二階層目見ていただいてるんですけれども、注目していただきたい点が二つあります。一、はい、つ目が、ここ。どどーん。ここにいるこの子たちなーにっていうと、これ実は1階層目で出てきたモンスターたちです。はいはい、こっちの子は攻撃した子。こっちの子は実はジャンプしたところにいた子ですね。で、一度出てきたモンスターは次の階層では出てきません。あ、なのでこんな風にだんだんと絞られてはいきます。うんうん、大ヒントじゃないですか。大ヒントですね。うん、ただ、ダンジョンマスター、意地悪なことをしてきました。はい。右と左、どっちに行くんだいというね、うん、揺さぶりをかけてきました。そうですね。当然出口は一箇所なので、はい、これ外すと相当痛い。右って左だったら戻ってこれない戻っては来れます。はあ、ただし、まあ、例えばじゃあジャンプで乗り越えたところにモンスターがいたとして、うん、もうジャンプは使えないわけです。なるほど。無駄遣いしてしまうかもしれない。なるほど。辛い。辛い。まあ、このね、ダンジョンマスターの作戦、吉と出るか、凶と出るか、実際に見ていきましょう。はい。コブラとクラーケンはいないから、コウモリ。コウモリはあり得るな。と、黄色ドラゴン。黄色ドラゴン、あ、黄色ドラゴンもあり得るな。うん、で、このサソリ型モンスター。サソリ型もこっちかあり得るとしたら。ね、ただ、ガーゴイルだけは、ない。うんうん。わかりました。はい。で、今回は、第2フロアなんで、はい。1枚しかめくれない。そうです。いやー、これさー、どれ？はい、第2フロアは先ほどより階層が下、奥まってますので、光が届けにくいので1枚しかめくれません。うん、厳しいね。早見をくるくるしてね、どこにいるのかなっていうのを考えてましたね。逆さにいることもあるんですか？モンスターが。はい、この位置っていうのは、回転させても大丈夫。居心地のいい配置は、どの方向でも、とにかく成り立っていれば、攻撃してくる。難しい。ということですね。だ？どっちかに絞りたいんだよな。うんうん、できれば、うん、確かに。右か左か。見つけたい。はあはあはあ、確かに。ここでしょうね。ここめくります。いいですね、本当に。そこで大丈夫です。いきますよ。はい。あーよし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 。黄色ドラゴンがここでいたのはかなりでかい。まずは、一歩目。はい。さすがに、ここに当たる、ここにモンスターを配置することは、ないので、うん、ここはそのまま行きます。はい。一歩。ここね、今、よく見ると、本当はこれこの赤のモンスター、位置的には置けるんですよ。うん、くるっと回せば、うんうんうん。なんだけれども、赤のモンスター、さっき実は第一階層で、すでに出てるので、はいはい、絶対に安全だ、ということが分かったと。よいしょ。うんうん。よっ！まあ、通路でしょうね。うん、確かに、確かに。通路でしょうね。で、本当に左でいいのか？サソリ型モンスターはあり得る。ってことは、お、ここ、うん、ジャンプしてみようかな。お、ジャンプで、ここに行きたいと思います。いいんですか？きっと。はい。はい。じゃあ、うん、そうだよね。ジャンプで、うん、まず、ここをめくる？はいはい。ここをめくります。ペロ！ほらー！コウモリがいたのか。で、じゃあここ、めくります。ほい！ゴール！よし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 。はい。ということで、見事2回総目も勇者の勝ち。おめでとうございます。ということでした。まあ、ただ結構、なんていうか、無鉄砲ですね。ジャンプをこう、勢いよく繰り出すっていう。
まあ、今見ていただいた1階層目と2階層目、どちらもまあ勇者が勝っているので、うんうん、なんとなくダンジョンマスターの方が難しそうなのかなという印象をもしかしたら、お受けになったかと思うんですけれども、うんうん、この後の3階層目は、まず1枚もめくれません。おーし、ダンジョンマスターは、1階層目、2階層目、3階層目で、一度でも勇者がモンスターを間違えてめくってくれれば勝ちです。あ、チャンスが何か、はい。一度でいいですね。いい、うん、その代わり、まあ勇者は3回とも無事にクリアしなきゃいけないという点では、うん、まあ有利不利は結構イーブンと言いますか、になってるんじゃないかなと思います。はい。はい。よいしょ。はい。ということで、一人がモンスターの特性を利用して罠を仕掛け、もう一人がそれを見破ろうとするパズルと駆け引きが組み合わされたとてもおすすめのゲームになっております。比較的短時間ではあるんですけれども、じっくり頭を悩ませながら遊ぶことができるシャイモンスターズ。詳しい情報はスゴロクやホームページでご覧ください。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、ここからがダンジョンだから。いや、わかると思いますよ。ちょっと待って。さあ、来い。これなんか練習っていうか、自分の見えない場所でちょっとテストしたいよね。まず左。うん。はい。まずそこがいたのね。はい。そうなんだよ。次に下。こうか。なるほど。あれ？そっち。え？こうで、こうで。はっ。うんうんうん。あー、ガーゴイルの匂いがする。うんうんうん。ほんで、こうで。はい。いや、そうか。それだとあれなんだよな。はいはい。で、こうで。はい。で、こう。うわ、伸びてきた。で、こう。やだ。これいいんじゃないかな。え、それ？いや、ちょっと待ってよ。お。いや、こうで、こう。こうするとどうだ？これはなかなかいいぞ。お。これはなかなかいいんじゃないかな、多分。いや、ちょっと待ってよ。これでこうでしょ。で、こう。で、こう、こう。はいはいはい。なるほどね。で、こうか。こうして、こうしてこういく？こうやってみるか。で、ここが、あ、はいはいはい、あいつね。はい。よし、これで！だってもう残ってるのが、うん、サソリ型モンスターか、うん、ガーゴイル、うんうんうん、でガーゴイルは間違いなくここのどこかにいますよと、うんうんうん、そうだよな。でこのサソリ型モンスターが配置してるのであればここか、ここもあり得る。なるほど。でもめくれない、うん、そうです。いやーこれ、うん、これまあ、うん、最後まで悩んでたからきっとここがゴールなんですよ、うん、なので、いや、どこだ？まず、いや、でも意地悪してくるからな。そうか。ほらほらほら。あれ、あれ嘘だから。じゃあ、ここかここにね、ガーゴイルが実はいると見たね。うんうん、なので、ここが安全、うんうん。そして、その後のどこかに、この、サソリ型モンスターがいると僕は踏みました。はいはい、いいでしょう。ので、うん、まずはですよ、うんうん、いきなり、うん、ジャンプを使って、はいはい、こういう風にジャンプ、なるほどなるほど、していきたいと思います。はいはいはい。じゃあ飛び越えたというところをめくる必要がある。はい、そっちで、こっちでいいですか？あ、ここで、はい、いきますよ。はい。ほい！ほら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 、わかるんですよ。ってことは、はい。はい、で、うん、いや危ないな。で、あんたジャンプしたということはもう刺すしかありませんからね。刺す。ここがってことはどこかにこのサソリ型モンスターがいるけど、うん、まあ、ここはありえない。うん、ここかここ。よーし。ここ。ここ？そっちもいる。そっちもいる。ど、うん。間ぐらい。いや、ちょっと顔見よ。もう俺の中で忘れたことになる。そんな無理だよ。いや、結構、うんうん、ぬか喜びをさせるタイプと見たんで、はいはいはい。いや、ここには、うん、いないと見たね。あ、そう。ので、はいはい。いきます。
攻撃？いや、普通に移動。普通に移動します。はい、はい、行きます。はい、はい。お願い、通路、はい、通路。いやー、マジか。よし、危なかったー。そんな素直に起きます？うん、いやー、悔しいわ、これ。素直、素直、素直というところです。いやー、ここうまくいったんだけどな。そうね。なんかね、ここを出口にするってのちょっと今ありだなと思って、ちょっとね、いろいろやりようがあるめちゃくちゃ悔しいこれ、うんうん、